そう考えたら合わせるんですよ。いい歌できた。いやこれは本当に言わせてもらいますけど、いい迷惑ですよ。待ってちょっとごめん、今なんでこんなこと言ってるのかなって。おはようございます。おはようございます。あ、ここで、ここだっけ、うん、お願いします。はい、よろしくお願いします。あー、そうっすね。まあ、この間のインタビューの後にまあ、ちょっと自分の中でいろいろ考えてみたんだけど、まあ、竹森がなんでミュージシャンになったのか、まあ、いつからだろうなと思って、でそう考えたら網走なんですよ。うん、そう、北海道ね。そう、網走。あのね、僕らちょっと網走の皆さんにちょっとお世話になってるというかね、北海道でラジオやってるんだけど、北海道で毎週木曜日お昼の11時半からエアジーでアップダウンのトークイリュージョンっていうねラジオやってるんだけど、毎週木曜日11時半からエアジーでやってるアップダウンのトークイリュージョンをすごい聞いてくれてる方が網走にいろいろいて、で毎週木曜日お昼の11時半からやっているアップダウンのトークイリュージョンに、まあ、メールも出してくれたりとか、で毎週木曜11時半からやってるエアジーのアップダウンのトークイリュージョンいつも聞いてるよって言っていろんな方に紹介してくれたりとかね、うん、まあ、そういった意味でまあいろいろとこう、まあ、ラジオつながれて最初ね、うん、まあ網走の方と、まあ、触れ合うようになって、まあそこからね、まあ、竹森がよく網走に訪れるようになった。うん、そう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 、一人で行ったりもして、でまあね、やっぱりまあその芸人だし、で毎週木曜日11時半からエアジーでアップダウンのトークイリュージョンっていうラジオやってるから、なんかその網走に行ったらそういうね芸人だったらなんかエピソードとかそういうのねあるのかなと思って、え、網走行ってきたんですよ。ああ、そうなんだ、え、どうだったって聞いたら、いやーよかったで終わったんですよね。ええー、と思ってね、うん、でも芸人としても頭おかしいですよ。せっかくね北海道の網走行っていろんな方とお世話になっていろんなエピソードあるわけじゃん。面白いエピソードやっぱり芸人だったらね、どこかで自分の中でこう探しながら、あ、これ面白いな、これ話せるなとか、そう考えながらね、いろいろ日々過ごすもんですよ。で、そしてある日ね、この間網走行ってきたんだよってまた言って、あ、そうか、でさって言うんで、あ、なんかエピソードあんのかなと思ったら、いい歌できた、いい歌できた。歌？そこからですよ。そこから周りの方がね、竹森匠をミュージシャン竹森匠をすごい応援してくれて、その支えにすごい突き動かされて、竹森はね、その網走がきっかけでミュージシャンになることを決意したんですよ。いやいや、いい迷惑ですよ。いや、僕はね竹森を芸人として誘ってアップダウンというコンビでやってきてね、そしてこの網走行ったらいい歌できた、ミュージシャンとして頑張っていきたい、いい迷惑ですよこれは。あの空よりも高くっていうねタイトルで、まあ、その曲を含む7曲入りのミニアルバムを出してメジャーデビューしたんですよ。でそこから、まあ、そのあの空よりも高くを引っ提げて、まあ、全国いろんなところのテレビとかラジオとか一人でプロモーションですよ。その時ですか、まあ、どの海よりも深く、どの海よりも深く、そうね、竹森があの空よりも高くをプロモーションすればするほど僕はどの海よりも深くっていう感じかな。うん、そうね、まあ僕もね
行くんですよ、網走には。そう、お世話になっている方がいてね、毎回網走行ったらその方のとこ止めさせてもらったりとかして、まあ、すごいのよ、まあ、毎回ね、もういろんな地元の美味しいお店連れてってもらって、そしたらもうそこからもう3軒ぐらいはしごしてね、もう全部ごちそうしてくれて、でよし、じゃあ家帰ろうかって言って、その方の家帰ったら、カニとかエビとか毎回網走行ったらもうたらふくごちそうになって、で結果僕痛風ですよ。そう、うん、痛い風邪、痛風一番良くないから、カニとかね、エビとか甲殻類がね、もうそれまでも健康よ。そしたらもう痛風です。いや、これは本当に言わせてもらいますけど、いい迷惑ですよ。いや、本当ね、もう網走なんていうかね、この網走はね、うん、いや、いいとこなんだよ。分かってる。ちょっとごめん、今なんでこんなこと言ってるのかなって。俺今なんで網走のことこんな風に言ってんのかなって、いっつもね、野菜送ってくれたりすんだよ。で、いろんなとこ連れてってくれてね、釣りだって連れてってくれてさ、いろんな美味しい店連れてってくれてさ、お土産にこれ持ってけっつってね、いろいろお土産くれたりさ、なんかごめん、いや、なんでこんなこと言っちゃったのかなって。まあね、そのあの空よりも高く、まあ、網走の大地とその土地の人たちの素晴らしさをもう存分に感じることができる楽曲かなと。うん、CD がね、7曲入りのミニアルバムで、でその中の1曲の心の街っていうのがね、品川庄司の品川さんがミュージックビデオの監督やってくれて、その DVD もついて2枚組で3000円。いや、全然高くない。あ、絶賛発売中なんで、オンラインショップもありますんで。いや、本当網走のおかげでね、いや、もう本当にエピソードね、持ってこなかったというところでは芸人としては0点、ただそのおかげでこのアルバムができたっていうね、うん、100点ですよ。あ、本当ですか。いや、ありがとうございます。いや、それ嬉しいな。そうね、まあ、この曲はまあ本当に網走の方にお世話になって、僕らのふるさとではないけども、本当に今は第二のふるさととしてね、まあ、ある意味このミュージシャン竹森匠のふるさとではあるから、そこでミュージシャンになろうと決心したわけだからね、うん、皆さんそれぞれやっぱりふるさとがあると思うんですよ。ふるさとは違えど空は変わらないから、寂しくなったらさ、空見上げればいいと思うし、今この都会で見る空も自分のふるさとで見る空もどこかでつながってると思うから。ありがとうございました。じゃあ、お疲れした。お疲れした。失礼します。生まれ育った場所がどこかなんて、そんなことは関係ない。今ここに一緒にいることが素晴らしいって教えてくれた。網走の空よりも高く僕らの歌声は響くよ。どこまでも続く麦畑に僕の
心がそう思わせてくれたんだ。日々の暮らしの中では冷たい冬もあるが、また次の季節巡って大空の下暖かい風が吹く。生まれ育った場所がどこかなんて、そんなことは関係ない。今ここに一緒にいることが素晴らしいって教えてくれた。